金南一は、韓国軽気道二川市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、ミッドフィールダー。関陽大学校卒業。日本語式韓国人名店社法では、キムナムイルと表記するのが通例だが、一般的には韓国語の言語読みに習って、キムナミルとすることがほとんどである。妻は、韓国放送公社アナウンサーのキー・ウン・ホーミン。現在は、 K リーグ1の城南 FC の監督を務めている。2000年全南ドラゴンズに入団。2002FIFA フフワールドカップの韓国代表の中心選手として活躍。高いディフェンス能力から真空掃除機の異名で呼ばれ、大会後はオランダのエールディビジの SBV エクセルシオール2号、5ヶ月の期限付き移籍を果たした。 当初は同じリーグのフェーノールトに移籍するものと思われていたが実力を試す上で姉妹クラブであるエクセルシオールを紹介され移籍した2003年3月2日の RKC 戦でオランダデビューを果たしその試合の MVP も獲得した5月に入り来シーズンからフェーノールトに完全移籍するとの噂が流れたがフェーノールトはこれを否定した フェイエノウルトへの移籍が破断になり、近南一にボルシア・メンヒエングラート・バッハ、オリンピアコス、ポック・テッサロニキなどのクラブが興味を示したが、実現には至らずシーズン終了後に韓国に復帰した。2004年、アテネオリンピック男子サッカー競技に韓国代表として出場。2005年にスイバラ・サムスン・ブルー・ウィングスに移籍し、2006フィファ、ワールドカップ。 アジア予選で5試合に先発出場した。2008年シーズン、J リーグのビッセル神戸移籍。開幕からしばらくはフィットしなかったが、シーズン終盤は神戸の中盤を支えた。ビッセル神戸でのあだ名は、ヒョン。もともとは、年下の若手選手に対して、韓国式の継承として、ヒョンと呼ばせるようにしていたが、それを単なる愛称と勘違いされ、 目上の人物である監督やコーチにまで、ヒョンと呼ばれるようになってしまった。2009年5月10日の名古屋グランパス8戦では、49分に、榎本達也へのバックパスが、約50メートル級のオーンゴールとなってしまう。同年は一時期スタメンから外れ、怪我で、長期離脱した後に復帰した。シーズン後にロシアリーグの FC トムトムスクへの移籍が、決まった。 2010フィーファワールドカップ終了後、サウジプロリーグのあるシャバブリヤドに移籍するとの噂が流れたが、これを拒み、トムに残留している。2011年11月16日、トム・トムスクとの契約を解除。2012年より、ニガー・ユナイテッド・ FC。2014年より、全北現代モータースに移籍。2015年に京都産が FC へ完全移籍。 2016年1月12日、契約満了に伴って京都を対団しし、4月26日に現役を引退すると発表した。2019年1月28日、タイのチョンブリー県で開催された AFC プロフェッショナルコーチングディプロマの講習会に参加。この講習会には他に、節元村山哲也、加藤光浦が参加した。 2019年12月23日、K リーグ1の城南 FC 監督に就任。日本の大相撲の元幕内力士である、春日大勝ーは、二平高校の同級生である。2007年12月8日に、韓国放送公社アナウンサーのキー・ウン・ホーミンと結婚式を挙げた。国際 A マッチ98試合に得点2003年、K リーグベスト11。ありがとうございます。